皆さんこんにちは、なぎさです。さあ今回は今後のフェリアを使っていきます。スキルは10日ラインと同じく 1.4 倍のリーダーオーラで、ステータスが高く、アタックが1250なので、ワー調整しやすいというメリットがあります。ですが、しっかりとした混合で編成してなければいけないので、ラニゴクエのようなデッキは組むことができません。デッキ編成は、セカンドシーズンで登場した御三家と混合の守護者、さらに投下したリンガットを入れた贅沢な構築。進化ラウムシュットは初手にこそ使えないものの1枚返して4500のダメージ、アタックがフェリアよりも低いのがポイントです。コンボスキルは自分のキャラゴマ2枚以上という条件はありますが、固定 1.8 倍は強力で、神タンであれば春秋、混合であればサマーブランジェッタや X 値をバンバンしていくので、そこまでネックにはなりづらいでしょう。進化ヤマタのオルチは混合専用の貫通キャラで、2枚目のバハムートという言葉がぴったりなキャラクターです。火力としては1枚返しで4750と意外と控えめで、バハムートはもちろんジェインよりも低いです。しかし最大の特徴はコンボスキルで、自分のキャラゴマを参照し 1.9 倍まで出すことができます。バハムートはコンボスキルが少し弱く、ジェインのコンボのように竜ゴマ差し引きではないので、混合の万能アタッカーとして君臨するでしょう。そして今回の変わり種、トリックスターとして渚一押しの進化レビアタンを編成しちゃっています。果たして活躍するんでしょうかね。編成した自分では全くの未知数です。フェリアと同じく追加された混合の守護者はブレスドソーディアの物理版といった雰囲気で、 HP が高く、デバフ率も 17% 固定と無難な数値。コンボは 1.2 倍の最大2倍なので、竜アタッカーよりもエンデガやラウムシュットとの相性がいいですね。トーカリンガットは久々の 40% デバフで、似たようなキャラクターにはサマーハーピストエンジェルがいますが、コンボに HP 条件がないため倍率は低いものの、リンガットの方が使いやすいでしょう。それでは前受けはこれくらいにして、このセカンドシーズンあふれる名乗しがたい混合デッキで早速バトルへ行きます。さあ相手はマフェリアスね。でこちら、おっとこちらが先手までしっかりとベルグレーで引いている。これベルグレーでね、意外とあの混合デッキですけど、まあ、編成されてる方多いらしいんで、あの僕もね採用したんですけど、どうなんですか、ね、実際コンボスキルとかあのバフとかじゃないんで、まあね、こういう風に初手に使えばまあ非常に使いやすいですけど、どうなんだ、まあ X 字して2枚返しの急所を狙っていくっていうのもあるんですかね。まあ意外とね、ここのベルグレーで採用するかしないか、まあ人によると思いますが。さあ相手は初手に罠を使ってきた。なんだろうなこれ。あ、乱体か。待って、これどうする。まあしっかりと辺には、いやでもこれ進化系捨てていいかな。ちょっと捨てますか。うん、まあ多分この相手だったら辺にリリティを置いた方が活躍すると思うんで、まあハルちゃんとかで軽めに回収される可能性はありますが、あとこのデッキはオーラ下、まあ、そこそこいるんですけど、このリリティ調整してないんで、そこかな、あれなんだよな。しっかりとね、混合を使う方はここら辺調整した方がいいと思うんですけど、僕はまあゴリゴリに混合を使う予定はないんで、まあ、一応こういう感じにしちゃいましたけど、本来であれば、あれですね、しっかりと調整した方がいいですね。あと、リリティ1体しか持ってないっていう、そういう側面もあるんですが、さあ、相手、ここをどうしていく？ここら辺で、ハルちゃんで回収してくるか、一発。相手、マタンなんで、フルーファーでしたね、初手の罠は。まあ、マフィリアにあんまりレニアドって入ってこないんで、まあ、そこまで取る必要ないかなと思いましたが、おっと、グノー先輩でここは封印していく。それは強えな。まずい、グノー先輩か。ここでね、地味ですけど、しっかり2枚返しで、ダメージ出していきたかったんですけど、そしたらどうする、これどこに置くのがいいんだろう。まあ普通だったらあのビーノさんの2枚返しとかなんですけど、まあいやーどうしようかな。ちょっとこういっちゃいますか。さすがにロックのことも考えてリンガットは取っておきたいですね。リンガットはさすがに取っておきたい。ただここですね、グノーのコンボスキル使われて回収されてしまう。まあでもそこそこのダメージ反射できるか。うん、そこそこのダメージは反射できた。ただ毒ダメージが普通に痛い。おっと、ラムシュットくん来てくれた。どこ打つ。盤面あんまり見慣れない形になったな。いやーこれコンボスキル封印されたの結構痛えな。これ次3枚返し来ますもんね、相手容赦なく次3枚返し来ると思うんで。ただ普通に殴るだけで削れてる。それは非常に強い。で相手次はイーのように来るんで、イーのように3枚返しなんで、おっとここで相手はハルちゃんを使ってきた。ハルちゃんという名のなんだっけエルマレイヤ。これ毎回名前忘れんだよなこれ。あーでもこれどうしよっかな。まあレビアタン来たんで使うんですけど、問題はどのように使っていくか。まあ3枚返ししちゃっていいかな、もはやそういうレベルでいいのでは。
さあ3番返して普通に通常のアタックだけでも強い。 OK。 でも相手はここで召喚者、いやダブコンやん、それダブコンの吸収プラス毒は結構回復されちゃいますね。いやロック使ってきても一応出ないんですけど、吸収されちゃったらちょっとリンガって飛ばせないかな。2枚返しでしょ、1738しか出ないんで、ここ2枚返し左上 X で吸収されながらロックだと死ぬんですけど、それはどうだ。え、毒ギリ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 OK。 じゃあラストはね、じゃあせっかくなんでこの新しく投下したリンガット使いますか。リンガット投下と、さあダブコンレビアタンのコンボスキも使いながら倒していく対戦、ありがとうございました。うんどうだったんだろう今の試合は。まあ普通にこっちの引きが強かったといえばそれまでですけど、さあ相手は正月ランレオですね。さあ神タンですね。さあこちら後手番で、おっと、なるほど、これはグエリアススタートか。グエリアススタートでなんか変置きのキャラクター欲しいですね。ただ相手は初手からフェリプティを引かれている。相手初手からフェリプティ引いているのはまずいか。で相手はデバフから入っていった。どうしようかな。まあグエリアスいきますか。さあ次変置きキャラクターのまあ相手軽くデッキなんで混合の守護者が来てくれるといいんですけど、おっと相手はエルディナ使ってきた。さあどうだ。あーレビアタンここで来るか、面白いですけどね。ただタイミングは違うな。まあ使いやすいラウムシュート使っちゃいますか。さあデバフはかかっていますが、2枚返しで、お4000のダメージ、まあちょっとなんかイマイチな気がしますが、まあ初手が使えないだけであってコンボスキルもね非常に強いですからね。ただエンデガーとレビアタン抱えているっていうのがちょっとあれか。さあ次何を引くか。あーなるほど、待てよ、これはヤマトノオロチ X では、ヤマトノオロチ X いっといて、まあこれもなんか4000ぐらいでなんか A コマよりちょっと強いかなぐらいの火力ですけど、まあコンボスキル狙っていきましょうか。これはコンボスキル狙っていって、さあ相手はどうする、ワンチャン押してきた、 OK。 これリビタンのタイミングか。さあいやいい火力出てる、いい火力が出てしまった。じゃあこれレビアタンで反射しましょうか。さあいいダメージこっちもいいダメージ反射していく。ただもう少しねこれ HP 耐えないと、相手ここあの D の6でコンボスキルとか確定してくると思うんで、まあレビアタンのコンボスキルはできましたがといったところ。さあ D の5に何を置いていくか。相手フェリプティ引いてますかね。エクレルだったらなまだマシかな、どうかな。いやブランジェってここ微妙なのでは。エンデガ君でしょう。いやー待ってこれレビアタンのコンボスキル使えない可能性あるな。エクレル、いやー2枚返しエクレルちょっと耐えないかな、どうかな。ビーナスもいますもんね。ビーナスいること考えるとこれの方がいいのかな。ビーナス編に置かれた瞬間やばいんで、あでもどっちにしても C の2に置かれちゃうか。まずはここの2枚返し耐えるかどうかっていうところが問題ですけど、8000でしょ。 S ゴマ使われちゃったらフェリプティプラス金麦でちょっとやばいかな。コンボ動線はラウムシュットとレベタン確定はしているんですけど、デバフ置けてないですからね。2枚さそれ飛ばされるかちょっと微妙だな、死ぬかな。あ行きましたよかった。ちょっとねこっち S ゴマ全部使いましたけど、 OKOK。 これはラウムシュットと、まあ、レベタンのねコンボスキルもなんか保険的な感じでありましたけど OK。 対戦ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、非常に今回の新キャラクター、使いやすいやつ多いんで、まあ、特にね、レビアタンがね、一番トリッキーな、トリックスターのキャラクターなんで、まあ、このフィリアのデッキに、レビアタンが合ってるかどうかわかんないですけど、でもね、反射強かったですよね。こっちが X 打ちして、まあ、相手が、こっちのコンボ警戒して、そのままご利用してきましたけど、それをね、しっかりとレビアタンで反射して、まあ、あとはね、今回あんまりコンボスキルとかは、うまく使えなかったですけど、まあ、相手はね、それを、まあ、取るしかなかったと思うんで、まあ、他にも、ラウムシュットのコンボスキルであったり、まあ、ヤマタのオチのコンボスキルであったり、そこらもね、非常に使いやすくて強いんで、まあ、こんな感じの、混合フェリアもありなんじゃないでしょうか。皆さんもね、ぜひ使ってみてください。それでは今回はこの辺りで失礼します。ではでは。